うん、ダメだ、ママ寝ちゃいそう。ね、昨日寝る前に思い出したんだけどさ、今日私さ、舞台見に行かなきゃいけなくてさ、18時からできないやって気づいた。その場合どうやったらいいだろう。うん、すっかり忘れてた。最悪。よかった、思い出したよ。本当に忘れてた、危ねえ。何時にすればいいんだろう。20時、20時22に お昼ものチャンスなんですよ。ちゃんと仕事だから許してちょう。今頭回ってなさすぎる。この枠は15分ですね。もう私が寝ちゃいそう今。ごめんなさい本当。弱すぎるわ私本当に。今日舞台なんか強制なのね。ちょっと見に行かなきゃいけない。受付済ましてこっそり抜け出すとか。夜はね多分9時ぐらいから行けるかなって感じ。脱走兵になる。わーい。
ゲリラね、入れれたらいいんだけどな。やべやべ、寝るな寝るな。難しいよね、どうしたらいいんだろう。うわ、ほんと最悪だ。今ちょいどい、めっちゃいい感じなのにさ、ちゃんとやりたかったな配信。脱走兵しようかな。バレない気がするんだけど、バレるのかな。あれ、客席いないって。トイレ行ってましたって。
いや、普通に喋ってたんだけどさ、 Wi-Fi 繋がってたからダメだったっぽい。泣いてる。ちょっと切っちゃったから16分ぐらいまでしようかな。おはよう。本当に Wi-Fi 調子悪いな。なんかお金を出しているのに。1分ぐらい切れてたと思うから16分までやります。ないよ。約10分くらい話しても目覚めない。私すごくね。はよ。最強かもしれない。実は私最強かもしれない。最強だよね。ランキング見ます。13位、韓国ペンギンだったエミリーさん、彩香さん、レンジェルさんありがとう、ジェニー・トロイモンさんありがとう、スイッチ 662BPM さんありがとう、10位がバートグンマニアさんありがとう、9位もぼるしさんありがとう、8位は SA73 とおはようございます。おはよう。7位かずみさんありがとうございます。6位さっつーさんありがとうございます。5位しっぴなさんありがとうございます。4位はやしおちょがじちょがさんありがとうございます。3位よしさんありがとうございます。2位ゆみさんありがとうございます。1位クリボンさんありがとうございます。それほんとごめんなさい、15分遅れちゃってほんとごめんなさい。そして18時からできなくてごめんなさい。もう一回ファンルームの方にもう起きたら帰ってきます。ごめんね。バイバイ。サインありがとう。おやすみなさい。